はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。ですね、教室が今臨時休業していて、今会員様が通われていない状態になっているんですけれども、まあ、その中でも、YouTube 動画などで、お伝えできる、レクチャーがあるかなということで、ちょっといろんなことにチャレンジしてます。で、今、教室が臨時休業中なんですけれども、まあ、それを機会にですね、教室の方を今、スタッフでリノベーションしています。で、新しく家具などを作っていこうかというような形になってますので、なのでそれをまあ追って、まず、どこにどんな家具を、つけたいのか、でそのためにはどういう形を基準に設定、設計をしていったらいいのか、で設計図は、どういう形で書こうかみたいな、あとは家具のそのできるまでですねを、実際にまあ私どもその家具オーダー家具などを作ったりしているんですけれども、まあ、その DIY っていうところとまあ交わるところもあるので、どういうところを基準に重きを置いて考えているかということをちょっとシリーズ化してお届けしようかなというふうに考えてます。じゃあちょっとまずですね、今どんな形になっているかというと、今これ教室が臨時休業でまず初めに作ったカウンターですね、まずこれ床も貼りました。こういうふうに教室のカウンターが出来上がって、ちょっと壁とかは今まだ塗ってないところがあるんですけれども、はい、今夜なので教室はちょっと真っ暗ですね。こういう形です。で、こういう形で、私どもの方で、カップボードですね、はい、ポットとかが置けるような、でこれも、スタッフで作ったんですけれども、アコーディオン式の扉です。こういう形で、電子レンジや、冷蔵庫、あんまりちょっと見えたら恥ずかしいなというものがこういう形でアコーディオン扉の中に収納されています。はい、こういう形でですね、まあ、いろんな家具があるんですけれども、例えばまあこういうところにちょっと棚が欲しいなという形で、その隠す収納ですねみたいなものをちょっと考えてます。で、例えばまあそういうところだったり、こういう本棚ですね、ちょっと今散らかっていてすいません、こういう本棚に何を入れるか、でこの本棚もちょっと、作り直そうと考えてます。でそういった際のその設計ですねの手順、何を基準に設計していったらいいかっていうのと、その何を考えて、僕らが、その作り勝手、作りやすさ、もしくは、材料をどういうものを使うかというのを、ちょっとご紹介させていただければと思います。では、まず次回は、その、インテリアに関する、そのものの配置ですねから、どういったものを作ろうかっていうことを、その考え方を口に出しながら、手順を追って紹介していこうと思います。でその次は、一応設計に入っていくんですけれども、その設計の時にですね、ちょっと一つぜひご紹介したいソフトがありまして、日本マイクロシステムさんの、キャディ3D クロスというですね、すごい便利なソフトがありまして、まあ、もうご存知の方も、多いかもしれないんですけれども、そういうものをぜひちょっと皆さんにご紹介したいなということで、それも使って、設計していこうと思います。あとはまあ制作の手順になるんですけれども、その制作の手順に関しては、僕いつも説明はすごい長くなるので、あんまりまあそう長くしようとせずに、まあ、ちょっとかいつまんで、その作業風景が、こうかいつまんで見れるような形で、見てもらえたらなという形でちょっと編集していこうと思います。はい、でですね、とりあえず今回のこの動画は、まあ、そのイントロダクションということで、まあ、どんなことをこれからしていくかというのを、とりあえずお伝えする動画ということで、まあ次回からこれシリーズ化しますんで、ちょっとまあぜひ、よろしければグッドボタン、チャンネル登録などをよろしくお願いします。そうそう、もちろん、電動工具や道具の使い方みたいな、ものも順次アップしていくので、ぜひそれもお楽しみください。ごめんなさい、言い忘れてました。はい、ということで、まあ、次回からどうぞお楽しみください。はい、ありがとうございます。